ケアゲゲアルゲミックスをアークやっていきたいと思います。今日はね、アークに存在するテックサドルについて解説をしていきたいと思います。テックサドルはね、ボス討伐後の、ボーナスみたいなサドルなんだけど、数体限定で使うことができるんだよね。全部の恐竜にあるわけじゃないので、限定的なサドルなんだけど、めちゃくちゃかっこいいやつなので、今日はね、このサドルたちと対応する恐竜を紹介していきたいと思います。それでは本日の目次はこちら。1つ目、テックサドルについて。2つ目、対象の恐竜。そして最後に、性能とヤバいやつについて解説をしていきたいと思います。それではまず1つ目に、テックサドルとは何かっていうところなんだけど、そもそもね、サドルについてなんだけど、サドルはみんな知ってると思うんだけど、アークやってれば。こんな感じで、例えばティラノサウルスだったら、ティラノサウルスに乗れるようになるっていうような、座席みたいなもんだね。で、それに合わせてサドルにはね、防御力が書いてあるので、原始的だと25って書いてあるので、25の防御力をレックスに今プラスしてるっていうような感じなんだよね。なので、サドルとしては乗れるっていう効果と防御力を上げるっていうこの2つの効果が通常はあるんだけれども、テックサドルっていうのがございまして、さっきも言ったんだけど、ボス討伐の限定的な解放条件なんだけど、こんな感じでバッキバキにね、レックスとかだとなるんだよね。こういうね、特殊なサドルのことをテックサドルっていう風に呼ぶんだよね。で、このテックサドルに関してはテックエングラムと同様でレベルで解放するわけではないんだよね。例えば普通のさ、こういった布のシャツとかはさ、レベルで解放できるでしょ。レベル3になったらエングラムポイントさえあれば解放できるみたいな感じなんだけど、テックのエングラムに関しては基本的にレベルじゃないんだよね。ボス討伐なんですよ。どのボスのどの難易度を倒したかによって解放されるものが変わるんだよね。なので同じようにこのテックサドルに関しても、例えばレックスもここにあるので、レベルではなくボス討伐でゲットすることができるっていうようなこのエングラムなんだよね。で、さらにこのテックサドルに対応している恐竜たちっていうのは10体もいないんですよ。なので結構ね、レアな枠ではあるんだけど、結構ね、強かったり弱かったりするところもあるんだけど、レックスの噛みつきは強いとかいろいろあるんですが、とりあえずかっこいいので、このテックサドルね、今日は紹介していきたいと思っております。それでは早速対象の恐竜をね、説明していきたいと思います。では対象恐竜はここに置いている恐竜で全部の種類になっております。なので恐竜的には2467体ですね。7体のテックサドルしかないんだよね、アークには。それではサクッと全員の解放条件とテックサドルを紹介していきたいと思います。まずはね、海の生物からいってみましょう。メガルドンですね。いい角度だな、これ。で、メガルドンはこんな感じですね。レックスと違って、隅々まで覆ってないけど、上半身は結構ね、鉄で覆われてるみたいな感じの、このテックサドルになっております。で、このメガルドンの条件に関しては、ドラゴンっていうボスのガンマ以上なので、ドラゴン単体で出るやつもいいし、ラグナロクとかドラゴンがセットで出るようなボスでも解放できるので、複数のマップでメガルドンのテックサドルは解放できますっていうような感じですね。それでは次、海洋生物の残りの1体ですね。横にいる、そうです、モササウルスになります。モササウルスはやっぱりね、海の王者って感じだね。ちょっとやめて、クラゲの話はやめて。そこ繊細だから、モサが傷つくから、クラゲの話はやめて。そんな感じで、やっぱりモササウルスっていうのは、海の王者っていう感じがするので、海でね、すごいね、スイスイいけてっていう感じの、すごくかっこいいね、サドルになってるかなって思いますね。やっぱ通常サドルと違って、ガッチガチにさ、ヒレの部分まで、このテックの部分が覆っているので、すごくかっこいいサドルではあるよね。で、このモササウルスに関しては、ブルードマザーっていうね、クモのボスのアルファ以上の難易度を倒すとゲットできますっていう感じですね。アルファがマックスなので、アルファに限定っていう感じかな。で、ちなみになんだけど、さっきメガルドンはガンマ以上って言ったんだけど、これね、テックエングラムの解放のなんかパターンっていうか、アークの中の、独自ルールみたいな感じなんだけど、例えば、ベータを先にやると、ガンマのエングラムも一緒に解放されるんだよね。ガンマ、ベータ、アルファっていう順で、弱、中、強みたいな感じなんだよね。なので、先に一番難易度の高いアルファとかをクリアしちゃうと、難易度の低いベータとガンマに関しては、エングラムね、揃って一緒にゲットできるので、例えば、メガルドンの解放条件はドラゴンのガンマ以上なんだけど、ドラゴンのアルファを倒してもゲットできるみたいな感じですね。という感じで海洋生物のこの2体を紹介してまいりました。それでは次に陸上生物系に行ってみましょう。じゃあ飛べるやつ行ってみようか。タピアラですね。タピアラはやっぱりテックサドルの代表格じゃないかな。タピアラがね、一気にね、キリッとするんだよね。なんか弱そうな間抜けなタピアラがね、サングラスつけてるだけなんだけどね。で、タピアラに関しては、ドラゴンのガンマ以上っていう形で、メガルドンと全く同じ条件ですね。それでは次に、レックス、ティラノサウルス、行ってみたいと思います。ティラノサウルスに関してはね、結構ね、解放できるね、部分が多くて、全部アルファなんだけど、メガピテクス、マンティコは、アベレーションのロックウェル。でフォレストタイタンっていう形になりますね。で、全部アルファなので、このテックサドのレックスに関してはアルファじゃないと解放できないよっていう感じですね。それでは次に俺も好きな生物、ロックドレイク行ってみましょう。ロックドレイクもね、このね、テックサドルがあるので、すごくね、かっこよくなるんだよね。で、ロックドレイクに関しては、アベレーションっていう場所の固有生物なんだけど、そのアベレーションのボスである、ロックウェルっていうボスのベータ以上ですね。この解放条件になっております。なので、アルファを倒してもゲットできるみたいな感じですね。さっきのパターンで言うと。それでは次は、このでっかいね、宇宙クジラ、アストロセタスやっていきましょう。アストロセタスに関しては、ちょっと特殊なんだけど、普通のサドルがないんだよね。このテックサドルしか乗る方法がないんですよ。なので、このボス討伐しなければサドルも作れないっていうね、結構高級な生物になっております。なので、能力はなんとめちゃくちゃ弱いです。はい。残念ながら、まあ、って感じ。はい。もうレックスで噛んだ方がよくねみたいな感じになっちゃいます。はい。まあなんだけどやっぱロマンはあるよね。めちゃくちゃかっこいいし、ロマンの塊ですね。はい。チカチカしてゲーミングな感じですし。はい。で、こいつはもうサドルが通常のものがないので、ちゃんとボスを倒さないと乗れないっていうところで、そのボス討伐に関しては、マスターコントローラーっていうジェネシス1のボスのベータ以上の討伐条件になっております。今、アストロセタスに関しては、ジェネシス2がリリースされるまでは、もともとジェネシス1の固有生物になったので、まあ、ロックドレイクみたいな感じで、一応固有生物はそこのマップのボスのベータ以上みたいなのが、まあ、一定の流れなのかもしれないね。ということで、アストロセタスはマスターコントローラーっていうアーク市場で一番ハードコアなボスの、ベータ以上です。はい。僕は、やりたくないです。難しすぎて。はい。それでは最後に、ジェネシスシリーズから堂々ランクインのアストロデルフィスになっております。まあ、アストロセタスが宇宙クジラだったら、こっちは宇宙イルカっていうような感じかな。で、アストロデルフィスに関しては、ジェネシス2の固有生物っていう形で、こいつもね、セタス同様、テックサドルしか存在しないキャラクターになっております。で、このアストロデルフィスに関しては、マジで強いので、ぜひね、テックサドルはゲットした方がいいんじゃないかなっていうような生物ですね。でね、デルフィスのサドルはね、実は今までの流れと少し違うんだよね。今まではテックエングラムをゲットしましょうねっていう話だったんだけど、ジェネシス2のエングラムなんだけど、このエングラムは特別で、レベルの解放なんですよね。なので、レベルだけとりあえず上げれば解放できるっていう感じ。120までレベルを上限解放すれば、どのマップにいてもアストロデルフィスのサドルは作れますよっていう感じ。まあ、レプリケーターが必要なんであれなんだけど、そういった形になるので、ちょっとね、今までの流れとは違って、デルフィスに関しては特殊なんだよね。で、このテックサドルなんだけど、通常と違う能力があるんですよ。で、それはね、ちょっとね、お見せしたいと思います。タペアラに関しては、こうやって花見て花。見てみてこれ。花がビビョーンってなるでしょ、これ。見てみてこれ。花ビビョーンってなるでしょ、これ。こういう感じ。こういう感じで、レーザーモードというか、バトルモードみたいになるんだよね。で、そっから、ビームをね、出すことができるんですよ。これがね、一番ね、特徴かな。で、このビームね、意外に強くて、ちょっとプテラに打ってみるんだけど、おろろろろろ、304だね。そうだね。304ダメージ与えるんだよね。なので、めっちゃ強いんよ。304って、まあまあのダメージで、しかもこの連射速度で打てるから、かなりタペアラとかは小回りも効くので、すんごい強くなるんだよね。っていう感じでね、おそらくね、俺的にはタペアラとかが一番ね、テックサドルは、これ向いてるんじゃないかなっていうか、一番フィットしてるんじゃないかなって思うんだよね。で、なぜかっていうと、レックスとかはぶっちゃけさ、300とかのダメージってさ、そんなにさ、なんかブリーディングしてたらさ、すごくないじゃん。まあちょっとトリケだから防御力高いんだけど、まあ、250とかなので、まあ、だったら噛みつきでよくねみたいな感じになっちゃうんだよね。で、まあ150召喚のレックスなんだけど、普通に噛みついて221出るから何もレベル上げてない状態でね。なので、これでブリーディング個体とかメレ変異を着てるレックスだったら、全然ね、集団で噛みついた方が強いのね。まあ、やっぱりさ、プレイヤーが乗ってないとレーザー出せないので、そういうところもあるので、一応ね、テックサドル強いっちゃ強いんだけど、向き不向きがあるかなって感じ。タペアラとかはね、めちゃめちゃね、テックサドルと相性いいんだけど、レックスはぶっちゃけ、みんなでメイトつけて集団で噛みついた方が強いかなって感じ。っていう感じで、このテックサドルに関しては、乗れるね、恐竜っていうのは決まっていて、まあ、ここにいる恐竜だけしか乗れないんだよね。限定的なサドルになっていて、かつ、テックサドルの解放条件は、一定のボスを倒さないとゲットできないっていう感じなんだよね。で、さらに、能力としてはプラスアルファで、が出せるようになるっていうのが一番かな。 PC だと左のコントロールボタンを押すと、まあ、攻撃モードみたいな感じになるので、そうなると、まあ、ビームが出せるようになるっていう感じですね。こんな感じでビームを出すモード、普通のモードっていうのを切り替えれるので、今ぶっちゃけ能力としてはそこまで超強いわけではないので、まあ使うとしたら、まあタペアラが一番似合ってるかなっていうか、フィットしてるかなっていう感じ。ぶっちゃけ噛みついた方がよくねっていう恐竜の方が実は多かったりする。あとは思考サドルの方がいいんじゃねっていうのも実はある。なのでまあね、そこまで万能に超強いっていうのは効率を重視した際にはあれなんだけど、まあ何回も言うんだけど、マジかっけえでしょこれっていうことになっております。それでは最後に今回の特別枠として性能がやばいやつを紹介していきたいと思います。この中でも壊れてるやつが1体いるんだよね。マジで頭おかしい恐竜が1体いるんですよ。そいつはね、2回も3回も弱体化受けてるんだけど、なおも最強です。誰かっていうと、今乗ってるこのアストロデルフィスですね。はい。こいつは一応ね、解説動画作ってるんだけど、ジェネ2を攻略してた頃。マジで超強い。本当に強いのよ。何ができるかっていうと、もちろんビームは打てるよ。ビームは打てるんですよ。ビーム打てるんだけど、例えばね、敵を倒すと、ブーストをね、ゲットできるんだよね。で、ブーストを2つつけた状態で攻撃すると、やばいことになるんですよ。今ブーストを2つつけているんだけど、これでね攻撃するんだけど、198、200か200っていうビームが、見てもらうと分かるんだけど、4本出てるんだよね。なので1回当たると2死が8、800なんだよね。頭おかしいでしょ頭おかしいのよ、801回なので1回ね、この200のビームを4本ぶっ放して800っていう爆裂なダメージをぶち込むので非常に強い。でさらにこのホーミング弾っていうのがございまして、今ホーミング弾打ってるんだけど、すんげえ横向いてもギュビーンって曲がって、チーターぐらいねすごいオート M で曲がってぶち当たるんだよね。でさらになんだけど、通常ねテックサドルのこのビームとかってちゃんとねエングラムを開放をしておかないと使えないのね。一応ね確かサドル乗れるっちゃ乗れるんだけど、なんとねデルフィスに関してはレベルを上げてサドルのエングラム開放しなくてもビームとかこの誘導弾使い放題なのよ。マジで強いやばすぎる。しかもねこのジェネシス2っていう環境なんだけど、マジでねエレメントがもうね無限に供給されるから、本当にねいくらでも使えるし、しかもサドルも普通にねミッションとか、あとはねそこら辺に落ちているクレートから簡単にゲットできるんよ。なのでマジで壊れてるんだよね。壊れすぎてて2回のナーフを得てなおこんなに強い。でなんならなんですけど、こいつ水中もいけます。はい、水中でも同じような能力です。はい、くるくる回れます。ビーム打てます。はい、もう言うことないっす。はい、マジ強いっす。でこっから普通に空中へ切り替えれます。はい、もうこういう感じです。壊れてるでしょ、そういうこと、なのでこのデルフィスに関してはマジでねチートキャラになっております。ということで本日はテックサドルの解説をやってまいりました。テックサドルはぶっちゃけロマンかな、デルフィス以外はマジでロマン枠だと思います。マジでかっこいいから俺はねやっぱりね欲しいかなって思ったりしてるので、今やってるラグナロクのキングダムエボルブではやっぱりねこのレックスとかゲットできればいいんじゃないかなと思っております。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。